間のこの1週間2週間とんでもない NFT のブームが起きてるんですね。ちょっと検索していただくと分かると思うんですけども、こんなにね世界中のアーティストがマストしましょうね、あのネット上でこう自分の作品にですね、あの売り出してる、自分の作品に NFT という証明をつけて売り出してるっていうこの状況はですね、本当にあの大きなムーブメントだと思います。もうなんかね、一部ではドットコムバブル以来の、現象だというふうに言われてます。そしてLINE だとか GMO さんだとか、ABEX さんだ、セガさんだみたいなね、いろんな大企業さんがですね、次々と、参入してきてます。このタイミングでね、もう一つ話したいことがありましてね、それはね、この今の状況からですね、経済と芸術についての話をしたいんですよ。経済と芸術の関係。芸術作品にお金を出すってどういうことなのか、芸術作品を所有するってどういうことなのか、それはね、今まで明確に考えられてなかったんですね。それがいかにも簡単だったから、絵だったら、お金を払って絵を買って自分のところに置く。それは買う形だったんだけれども、これがね、データもそういうふうに購入できるようになる。ね、無限にコピーできるはずのデータを自分のものとして購入するとどういうことなんだろう。でもね、実は絵にしても彫刻にしてもね、いくらでもコピーできたものなんですよね。あるいはね、誰かのものであっても、それは飾られていろんな人に見てもらうこともできたわけですよね。だから今ここでね、もう一度芸術作品って何なんだろう。それをね、購入する経済行動って何なんだろうってことをですね、考えたいな、というわけですよね。この NFT って面白くてね、所有者が移り変わりながら、その履歴もすべて記録されながら価値をどんどん上げていくっていうね、そういうものです。ここに、もう一回ちょっと映しますけど、こういうふうにね、こう、どんどんこれからね、これがずっとこう、ね、転売転売を重ねて、この非常にわかりやすい140文字のツイートが、いろんな人の手に渡っていくわけですよね。このことの面白さですね。ここに僕は結構本質的なことがあると思うんですよ。なんだろう、芸術作品ってこう、いろんな人の持ち物になりながら、ね、作った人のものじゃなくて、例えば誰かがね、例えばロダンが彫刻を作ったら、ロダンがそれを売ります。それはロダンのものでありながら、その買った人のものでになるわけですよね。で、さらに、それはでもその買った人が独占できるかというと、ね、芸術作品っていうものはいろんな人に見てもらってこそ価値が出てくるわけで、いろんなところにね、飾られたりとか、ね、するわけですよ。あるいはまあ写真に撮られたり、映像化されたりもするわけですよね。それでいろんな人の目を楽しませる。で、こういうことをですね、デジタルの世界で NFT が実現できるわけですよね。NFT の概念が、その芸術の意味を再定義するということでね。でね、僕はそこで経済というか貨幣、お金っていうものの意味がですね、むしろ原始時代に戻るんじゃないかなと思うんですね。原始時代。どんなイメージがあります？原始時代のお金って。はじめ人間ギャートルズとかって知ってる人います？ちょっと世代が違うかな。原始時代の漫画とかアニメなんですけど、あの中でね、原始時代のお金としてこう、こんな大きな石のコインが出てきますよね。昔のお金ってこう、石のこう、こんな大きな丸い、で、穴が開いてて、そこに棒を刺して何人かレッサホイサってこう運んでるんですよ、お金。ね、お金使うときは。ね、あれね、ちょっとまあ、漫画だ、アニメだと思うかもしれないんですけど、ね、あ、知ってる人いますか？あれね、ネタ元があるんですね。ミクロネシアのヤップ島っていう島がありまして、これググっていただくとね、すぐ出てくるんですけど、そこに石のお金っていうのあるんですよ。これ今でも残っていて、家の周りに置かれた巨大なこう、円形の、まあ、だからギャートルズに出てくるような円形の石のお金、石化っていう。石の貨幣って書いて石化って言うんですけど、石化が、まあ、島のいろんなところにね、家の前とかね、建物の前とか公園とかね、いろんなところにあって、それが一種それを見に来る人を集めるとか観光資源になってるんですよね。で、実際にこれがお金としても、実際には
使われて、最近まで使われていたそうですね。ただ、ギャートルズみたいにそんなね、とても一人じゃ持ち上げられないようなものを、実際にあの、何か買うたんびにね、さほいさって持ってってね、これくださいってやってたわけじゃなくて、持ち運び、今も昔もですね、今というか最近も、昔も持ち運びされるものではなかったわけですね。作って運んできて設置したら、その一箇所に置きっぱなしになっていて、ただそのコインが、その石化が誰のものかっていうものが記録されると。ね。で、大昔、まあ、最近ね、ヤップ島では18世紀ぐらいにはですね、その記録が台帳になって、その台帳の記録が、個人個人のお金のやり取りになったわけな、お金のやり取りの記録になったわけなんですけど、その前はね、その台帳とかなかった頃、そういう仕組みが作れなかった頃はね、石の表面にね、削って、今誰のもの、誰のもの、誰のものっていうね、そういう記録が、刻まれていった、そうなんですよ。ちょうどこんな感じですよね。記録がこう、石の表面にこういうものが刻まれていて、今誰のものだ、みたいな。なことが、ちゃんとわかるようになってたわけです。で、そういうことがね、大昔で、最近まで台帳が作られることによって、石のお金がちゃんとこう、通用してたわけですね。で、ちょっと面白い話があってね、ここからちょっと面白い話っていうか、なるほどなと思える、感心した話があるんですけど、運んでる途中にね、運んでるとやっぱりその、いかに大きなものを作って大変なものを使って、いかにそこまで、ね、その場所まで運ぶかって、いかに大変だったかっていうことが、その石化の価値も決めるんですけど、それはね、最初作って、一番最初に設置するまではやっぱり、一回だけ運ぶんだけれども、その、まあ、石は島の外からだから持ってきた方が価値があるわけです。だから島の外で作った石化を、島に運んでくる途中で、一度海に落としてしまったことがあるそうなんですよ。でもね、だから莫大な価値のある石化が、ね、こんなコインが、海にぼちゃんと落ちて、石だからね、海の底に沈んだら絶対もう戻せないわけですよ。で、それがね、大損失になったかというと、全然問題にならなかったんですって。つまりね、海の底にその石化はあるよと、そのコインはあるよっていうことをみんながそこで見て認識したわけなので、それ以降は、その石化の海の底にあるはずの石化の所有権をずっと取引し続けたということですよね。面白いですよね。所有するっていうことはどういうことか。ね。何かを買って自分のそばに持ってきて家の中とかね、なんかその宝箱の中とかに、入れとかなきゃ所有するか、こったことにならないかっていうとそうじゃないでしょ。概念さえあればいいわけですよね。皆さんの所有物、なんかすごくお金、ね、高いお金出して買った宝物いっぱいあると思うんですけど、いつも肌身離さず持ってるわけじゃないし、あるいは自分の家にすらないこともあるでしょ。ね、なんか遠くに置いてあって、めったにね、それ見ることもないぐらいのものもあるじゃないですか。なんかそういうね、概念、所有の概念みたいなことは、大昔からちゃんとあったわけですよね。で、その石化がどういうものになるかっていうと、その象徴となる大きいと重い石化はね、財産であると同時に芸術品にもなってくるわけですよ。ね、家の前とか建物の前とか公園とかに置かれて、みんなが見てね、すごい立派な、ね、石だって、みんなが納得する。それによってその価値は維持されるっていうことになるわけですね。これがね、デジタルデータをネット上でそういう形にね、したっていうようにしておいて、その所有者をね、石に刻むんじゃなくて、データで、ブロックチェーンの、ね、保証できる、記録として、こう、ちゃんとこう、ね、書いて、明確にし続ける。そういうことができる。そういう技術によって、僕たちがあれなんか、原始時代というかね、まあ芸術と経済の原点にですね、むしろデジタル技術の最先端によって立ち戻ることが、非常にこう人間の本質、自然体に立ち戻ることができるんじゃないかなっていう、ね。そこでアーティストにとっては、本当に根源的な芸術活動が、そこでこれからできるんじゃないかなって思っていて、
それはね、この今の NFT ブームのことをバブルだとかなんかね、言う人が多いんですけど、僕はなんかちょっと、そういう可能性をね、こう芸術家を幸せにするんじゃないかっていう可能性を、すごく、感じるんですよね。で、僕も自分でも参加したいなと、思っているもんですから、文芸作品もその領域で有望な素材になるんじゃないか、なってほしいと思って始めたのが、ツイッターを使った NFT 小説の試みでした。